キアン、ありがとう。ワンガンボーイさん、あら、なんかコメントがギュって縮んでる？もしかして今日なんか、アップデートされたのかな。猫さん、花ちゃん、ありがとうございます。あ、はぁ、そうなんよ。私そのアニメさ、めちゃくちゃ気になっとんのにさ、私が見よるやつじゃ見れんくてさ、全部。そのね、海賊王女っていう今期のアニメめっちゃ気になっとったのにね、見れるとこないよね、私。タクさん、ジイジ、フジモンさん、ユーイチさん、テルテルさん、ユッキーさん、ダイクさん、ローマ字のマサさん、ヒデユキさん、グッチ、ドナルドさん、マミシバさん、ありがとう。ネイキチさん、マーちゃん、大将さん、お、すごいね、 M リーグ一気見できるか、すごいね。大将さん、一気見してた？私はちょうどあれだな、今日はあの東条さんの出られとった回を見てたな、あの最近のやつ。まだ途中なんだよな。ポップマスターさん、流星さん、かんちゃん、あださん、ミーシャさん、ミーシャンさんになっとる、ヤマピー、おばばさん、温泉こうじさん、タミオさん、コロボー、ありがとう。我が輩の大好きな秋はどこに行ってしまったのかな。ほんまに、ほんまにそれよね。めちゃくちゃ寒いね、今日。私もめちゃくちゃなんか厚手のパーカーというか、今日はに冬やね、ほんとに。スコールさん、深夜さん、ありがとうございます。あ、魚住さんだ、ありがとうございます、来てくださって。え、早くお越しくださいませ、嬉しい。早く松山行きたいぜ、言ってくれてる。ストンコさん、リュウさん、ノブさん、ありがとうございます、ありがとう。忙しそうだけど体調気をつけてねって。今日はなんとか10時半からできましたね。臨日遅くて、明日もね、もしかしたら遅いかもしれない。明日ね、でも朝が早いから多分、どうだろう、どれぐらいに終わるかわからないんだよね。黒船さん、ありがとうございます。しげさん、え、はなちゃん本当？訪問回数600回超えてたの？ありがとう、605回だって今日、嬉しい、ありがとう。600回。なおさん、こばきんさん、ありがとう。万太郎さん、あさみさん、いずきゅう、こんばんは。晴天だったね、本日。晴れててよかったね。ボブマスターさん、お疲れちゃん、お疲れちゃん。金ちゃんさん、ありがとうございます。さとしさん、ありがとう。今日は一日会議で疲れたので、おお、お疲れ様。ぜひゆっくり。本当、温泉工事さん、ありがとう。髪かな。あ、いずき、本当、私昨日の満月見たかな。めちゃくちゃ綺麗だったよね。え、今日も綺麗なの？月。海鮮ののりさん、カウントありがとう。上下さん、こんばんは。カリタン、カウントありがとう。ケンスケ、新しい髪いい？本当、ありがとう。そんなの、ちょっと切って黒くしたんですよね。トキキさん、教授タワさん、ありがとうございます。スコールさん、プチ、ありがとう。ね、コメ欄少し小さくなったよね、なんでだろう。なんかあれかね、でも一気にこうコメントがバッて読めやすくなったのかな。私はね、めちゃくちゃ嬉しいかも、コメントキュッてなったの。まあでも大きく映ってるのもね、あの読みやすくてよかったんやけど、結構流れるのがね、止めれないけん、最近は。嬉しいですね。あ、見たよ、まみしばさん。プチとお誕生日なんだけど、ムラピーさんとメイチさんがひなほちゃんのプレゼントくれたので、めちゃくちゃすごかったね、あれ。なんか嬉しくなりました。おめでとうおめでとう。待てよ、まみしばさん、今日今日だよね、お誕生日。お歌歌うよ。え、今日だよね。のりたま、あ、言ったね、ありがとう。さとちゃん、リッキーさん、こんばんは。新しいドライヤーをネットで買ったら届くの3日後。あ、ほんとよ、ドライヤーが壊れたよね、そういえば。え、どうしようね、それ届くまで。どうする？自然乾燥ね、したらボフってなるもんね。大勝さん、みやびさん、ありがとう。
竹山メイツさん、のんびりしたい姉さん、ありがとうございます。絶対可愛いやん。福丸も寒いみたいで布団に潜ってるけど出口わからなくなって焦ってたって。あるある、布団にね入ってる時にね塞ぎたくなるわ出口を。へ、ロッピーさんいいね。あ、私も我が家もねこたつが出ましたよ。早いけどこたつ出たよ。ロッピーさんもこたつ出すのか。おさぴーさん、かわいいロッコありがとう。あ、本当ありがとう。のりたま、プチと STU さんの対バン、徳島と愛媛申し込んでくれたの、ありがとう。楽しみだ、当選しますようにで。そう、今回抽選やもんね。オッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。高校野球四国大会、新田は1回戦シードで。あ、そうなんだ。え、シード校、あ、そっか、そうだよね、夏もね甲子園いたもんね。わー、いいね。ストリートくん、お疲れありがとう。わー、深夜さんお疲れ様、重要な会議があり伸びて伸びてやっとお布団に立てこもりました。だってようちゃん、お疲れ様、本日も35分、おじいちゃんおばあちゃんこんばんは、なり、明日は一日中曇り、曇りか、こんばんは、なり、曇りね、まあ、雨降らないからよかったね。寒そうやね、曇りって。カズアットマークさん、ありがとう、こんばんは。エイジさん、こんばんは、ありがとう。アウィングさん、2年ぶりに大高津したの、ライブ行ってきたのかな。くにちゃんさん、ありがとう。つっちー、ありがとう、こんばんは。お供は3日連続同じです。え、お、3日連続同じ。配信で見た店員さん、ひなおちゃん素敵で大好きって言ってました。あ、本当ですか。え、ありがとうございます。お話ししたの。ありがとうね。フジモンさん、セミありがとう。シロさん、花束ありがとうございます。こんばんは、嬉しい。クラッシャーのぶさん、ありがとう。あ、23日がお誕生日か。あ、じゃあ3日後ってことね。お祝いするね。3日後か、もうちょっとだね。リンリンリン、昨日は満月の一歩手前、ユーミンの歌にもある14番目の月。あ、なるほどね、そんな名前なの曲があるんや、ユーミンさんの曲で。気になるな。アクション大魔王さん、レインボースターありがとう。岡さん、こんばんは、ありがとうございます。ね、ケンスケ本当セミとありがとう。アンパンマンブドウリンゴ飲んだんだ、嬉しい。どうやった、なんか飲みやすくない？めっちゃ。ぬくもりさん、プチありがとうございます。私も月見見ました、めちゃくちゃ綺麗いて。本当、見とけばよかったな、今日見れんかった。あやかさん、かりさん来てくださってる、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとこっち置こうかね。あら、かなり変わる。どうだ、こっちよりどっちがいいかな。サカピーさん、こんばんは。今日シャツ、ワイシャツのみで行ったら、それは寒くない？え、ワイシャツって何？半袖？心配されましたって。はるさん、こんばんは、ありがとう。昨夜の夜勤を終えて今やっと帰りました。明日の仕事に備えて寝ます。おって、あら、お疲れ様、夜勤を終えて今やっと帰りましたって。え、昨夜の夜勤を終えてって夜勤じゃないやん、もうめちゃくちゃ
ずっと仕事されとったってこと？お疲れ様。海道線五郎さん、こんばんは。じいじハート、ありがとうございます。ケンスケ、かわいい、ありがとうございます。ローマ字のマスさん、ハートありがとう。ジジレインボースター2つありがとうございます。タンポポさん、こんばんは、ありがとう。ユッキーさん、セミありがとうございます。ユッキーさん、お、STU さんの対バン先行抽選受付が明日の11時までって言ってくれてる。のりたまが明日の11時までなのか。皆さんぜひともあのこの度 STU48 さんと四国をツアーで回らせていただくことになりまして、それのねあの抽選が明日までになってるみたいですね。よかったら、私は4カ所ね、滝山は出演させていただきます。ユッキーさん、セミありがとう。隊長いらっしゃい。今日仕事中に地元の阿蘇山、え、噴火したんですか。え、噴火する時ってなんか音鳴ったりするのかな。え、大丈夫だったの。なんかケンさん、おひつりさんありがとう。千葉さんありがとう。パパパルさん、カウント一周ありがとうございます。昨日の雨で富士山にだいぶ雪が積もってたよって。あー、寒かったからかな。冬も近いって言ってる。山下さん、こんばんは、ありがとうございます。豆柴さん、セミありがとうございます。ひなおちゃんカレンダーが綺麗すぎて来年もカレンダーと一緒に長生きしたいと思いました。本当？え、どんなカレンダーの、あのちょっと映ってたやつよね、多分みたいな。あやかさん、尊い、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ひろしさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、ほやろうけんすけ、めっちゃ味優しめでしょ、あのアンパンマンのぶどう。いや、あれが美味しいのよ、飲みやすくて。ひろしさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、おー、よかった、体調のとこには被害なく平和にって。うん、気をつけて。たいしくんさん、ありがとう。今日も関東は月が綺麗だよって。そう、ステージで輝いてるひなおさんのように。ありがとう。月綺麗みたいやね。みたいな、めちゃくちゃ。部屋が寒い。あー、部屋寒いよね。外の方が寒くない？でも、深夜さん。まあ、部屋もね、寒くなるよね、でも。がっくんさん、こんばんは。ありがとうございます。坂美さんのワイシャツの何？なんかあの、なんか半袖のやつかと思った。よかったよかった。でも寒かったやろ。あ、グッチフル、今日初フリー、ありがとう。早いね、ありがとうございます。フル新一、カウントありがとう。あやかさん、かわいい、ありがとうございます、嬉しい。わー、いっぱい。サクさん、ありがとう。りょういちさん、いらっしゃい。え、コナンの胸がドキドキはわかる？100年ぶりの世紀末泣けと言われて僕はさた、え、全然わからんわ、その曲。それしんちゃんかと思った、しかも。ドキがムネムネーってやつ。わからんわ、コロボ。隊長、レインボースター、ありがとう。4つもいただいてるん。ありがとうございます。フジモンさん、フルありがとう。ありがとうございます、フジモンさん。お、宮太郎さん、こんばんはに、はじめまして、来てくださってありがとうございます。宮太郎さん、嬉しい。ひろしさん、カウントありがとう。ドナルドさん、セミありがとう、今日も。宮内さん、こんばんは。隊長、カップヌードルのシーフード、ありがとう、すごい。小太郎さん、セミありがとうございます。ぬくもりさん、セミありがとう。あ、ビタミン5、エナジードリンク感で後味がすっきりする感じだったよ。お、飲みやすかったんかな。じゃあ
私には物足りん、物足りん味だったの。めちゃくちゃ気になったよな、ビタミン5。虹色さん、ダルマレンジャーありがとう、コティ。めっちゃ物って。お、おばばさん、フルありがとうございます。ありがとう。ムラッチいらっしゃい、ありがとうございます。コウエイドウタケダきなこきびだんごというのを見つけました。飲み物ですかそれ。アマトーさん、おばばさん、フルありがとう。今日もおばばさん、アントワーヌさん、アキラさん、こんばんは。おしつりさん、ポチありがとう。今日も最近セブンの、あ、よだれ鶏あるよね。食べたことないんだけど、本当美味しいですか？食べてみたいな。ケイジさん、のりたまさん、ありがとうございます。ひらがなの、ありがとう。のぶさん、フルありがとう。のぶさん、ほんわかふんわかほんわかほい、ほんわかふんわかほんわかほい、ゆっふっくり焼けた熱々の。歌詞間違えるとこだって。まさみゆらさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、本当、三重県も満月綺麗でよかったです。だってよき、いいな、私も見といたらよかった。見よっと。130ブルースさん、こんばんは。ヤマピー、ポチありがとうございます。今日は寒いから鍋食べるわ。あ、いいね、お鍋お食べ。え、今から？もやしたっぷり、もやし生活開始。え、もやし、なんでダイエットするのか。のぶさん、綺麗だよ、ありがとう。え、うなぎ丼だよね、それ。ロッピーさん、めちゃくちゃいいの食べとるやん。うん、美味しそう。ひろくん、あ、ほんとだ、4連勤お疲れ様。お疲れ様です。今終わったの？え、いいな、つっち。え、 YouTube で見れるんだ、昨日の花火。そう、昨日急にね、サプライズで松山の方で花火が上がったんですよね。あー、見たいな。ワンガンボーイさん、アマトーさん、セミありがとうございます。最近打ってるよ、よく麻雀ね、打てる時に打ってる。ケンスケ、フルありがとうございます。ありがとう。最近は朝や昼ご飯も作ったりしてるんだね。明日頑張ってねって。うん、そうなんよ。なんか作る時間があったら朝も食べたいけんね。あの、パン焼くやつがあるけん、だいたい朝がね、パンになるかな。最近はご飯好きなんやけど、うん、最近パンが多いね。おひつりさん、バラありがとうございます。お、ピルクル、ほぼフル、ありがとう。ヨッピーさん、フルありがとうございます。ヨッピーさん、タツノクラさん、こんばんは、ありがとうございます。ごめん、これもドキがムネムネじゃないわーいって言われた。もうそれしか思い浮かばんかったわ、ドキがムネムネ。タツノクラさん、こんばんは、ありがとう。オカムさん、こんばんは、ありがとう。月が綺麗でしたが。本当に。ありがとう、嬉しいわね、それは。オカムさん、かんちゃん、フルーありがとうございます。かんちゃん、ならんね、ちょっと。ありがとう、かんちゃん。三等賞さんもだ、フルーありがとうございます。ちょっと昔ながらのグエコにしよう。ありがとう。ルンルンルン。お、ひろくん、プチありがとうございます。仕事で疲れた俺に。あ、ひろくん、お疲れ様。よしんこ、よしんこのよしんこ。
アヒルちゃん可愛いですか宮太郎さん。めちゃくちゃいますよアヒル。いただいたやつもあるし。野菜炒めさんこんばんは、ありがとうございます。今日は舞茸の炊き込みご飯作り、美味しそう。私キノコ系ね、何でもね好きやからな。椎茸とかもめっちゃ好きやし。わ、おこげいいな。大将さんフルありがとうございます。大将さん最近真面目に仕事してない。そうなの？でも毎日ね大変やんでね、本当にお仕事。大将さんに元気100倍ひなピンカップ頑張ってね。ホワイトにににに星集めで入ったルームでたこ焼き焼いてた。めっちゃいいじゃんそれ。めっちゃ見たいんだけど。たこ焼き焼いてたんだ。めっちゃ美味しそうじゃん。今頃焼いちゃダメなりよって。飯テロだね。めちゃくちゃ。大文字のマサさん、こんばんは。ありがとうございます。たこ焼きハッチャー歌いかがです？歌ってる時の顔一番好き。本当？どんな顔してる？本当？秀幸さんフルありがとうございます。愛媛の民謡か。伊予の松山お城の中にゃ今じゃお月さん住むとかよ。ありがとう。今日はシーン、間違えた。シーン伊予節じゃなくて、シーン、おいでやこうただ。おいでやこうただね。ダイエットしないよ。旅行で贅沢し、そうなの？ヤマピー。そうなの？節約でもやし。大丈夫？ご飯、まみしばさんカウントありがとうございます。遠征先でハマったご当地グルメってあるかなって。遠征先でハマったご当地グルメいっぱいあるけど、名古屋とか結構多かったかな。きしめんとかもめっちゃ好きだし、なんだっけな、梅枝餅みたいなやつあるじゃん、あれもすごい好きなよな。あれどこのやつなんだろう。めっちゃあるよ。ローマ字のマサさんレインボースターありがとう。そうなんだ、うな丼か。そんなのあるの？ロッピーさん、ホームベーカリーじゃないよ。パンを焼いてる、なんかパン、何、トースターか、ただのトースター。そうなのよね、納豆とご飯と味噌汁もね安定に美味しいからな、結構食べるよ納豆ね。めっちゃ好きなんだけどね、めっちゃね服についちゃったりしたらね匂いが大変だからな。花丸さんお疲れ様です、ありがとう。ハートもありがとうございます。そう、グエコ新品、箱でいただいてね、今12本あるんですよ。ぬくもりさんフルありがとうございます。ひなおちゃんの作るご飯食べてみたい得意料理は、そんないっぱいないよ。得意料理とか凝ったもの作れんし、でも卵焼きは結構早く綺麗に巻けるぐらい。あとはそんな、なんか煮物とかは無理。グエコね、違うね、こっちのね、初期の方はまだ鳴ってくれるね。こっちはね、ちょっとね、重たいからかも。まだこの中身を抜いてなくて、これシャボ、これみんなね、振るのがね、主体じゃないよ、この子、実はものすごく大きなシャボン玉がついてて、これがメインだから、これ、シャボン液が入ってる。こっち、昔からある方はもう抜いてるんですよ、シャボン液を。だから振れるかな。と
ボタさんこんばんは、ありがとうございます。あ、そんなに似てた？ひなほちゃん、クレヨンしんちゃんいると思ったらひなほちゃんだったって。しんいちフル、ありがとうございます。しんいちありがとうございます。ひろぽんぽんさんこんばんは、ありがとう。あ、はなまるさん、だるまありがとうございます。さつしさん、プチありがとう。今日も仕事帰りにルマンド買って毎日少し食べようと思ったらもうなくなった。あるあるね、ルマンドね、一個一個がこれぐらいだからポン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 いってしまうよね、ほんまに。昨日ダイソーで買った起き上がりこぼし、今日もひなこはよく遊ん。何それ、起き上がりこぼし、おもちゃですか？コメント見よき、お、ありがとう。ぬくもりさん、おひつりさん、セミありがとうございます。え、嘘だ、本当に？なめたけトースト美味しいの？考えたこともなかった、トーストになめたけ乗せるって。え、美味しいんだ、やってみようかな、なめたけあるし。ハートありがとう、おひつりさん。アントワーヌさん、ダルマレンジャーコテありがとうございます。え、今度ほのぴとタコパイしてて、したいよ、ハルポンも呼んで3人で、3人でタコパイしたい、タコパ配信ね。おひつりさん、めちゃくちゃハートいただいてありがとう。花丸さんもだるま、青だるまめちゃいただいてありがとう。あ、本当ですか、やかさん、ありがとうございます。嬉しいな。あやかさん、超絶プリティプリティプリティですよ、いつも可愛い可愛いって思いながらなかなか口に出せません。配信もこの間、あやかさんの配信にお邪魔した時にめっちゃめっちゃその反応可愛いとか、なんか私がコメントしたやつになんかすごい笑って答えてくれてるのがめっちゃ嬉しすぎて、なんかめっちゃ一人でニヤニヤ配信中にニヤニヤしてましたね。あやかさん配信されとった時に、私がね、なんかね、こんにちはの後になんかあやかさんが何々しましたっていう感じで言われた時に、私がこうパチパチの代わりにどんどんパフパフって入れたんですよ。ほんならめちゃくちゃあやかさんがどんどんパフパフ、何それみたいな感じで言ってくれてたのが、あの可愛くてめっちゃニヤニヤしていました。私それ動画も撮ってるよな。あ、むらちんフルありがとうございます。ありがとう、ムラチン、嬉しい。よっちさんこんばんは、あやかさんかわいい、ありがとうございます。はなまるさん、あら、いっぱいいただいて、だるまありがとう。大がいちさんフルーありがとう。大がいちさん、かのんさん、だるまレンジャーありがとう、こて、ありがとうございます。あ、それだそれだ、梅がえもちっていうのか、そうだそうだ、あ、福岡なんだ、そっか、なんかね、サービスエリアで食べた気がする、めちゃくちゃ美味しかった。え、チロルチョコきなこもち風味きなこラテタピオカ入り、え、チロルチョコでタピオカ入ってるってこと、なんじゃそれは、初めて聞いたぞ。飯テロになりました、豆島さん今の話。あ、タクさんフルありがとうございます。わ、そのノーベルブライトさんの月見草ってやつさ、母が歌ってたぞ。あれ、え、こんな歌よね多分。茜色のこの街眺めてはこんなにもあなたのこと思い出してばかり忘れたいのにってやつよね多分、母が歌っとったよこれ。
あとなんかめちゃくちゃね最近の曲を教えてくれるよな母が。ストンコさんフルありがとうございます。ストンコさんありがとう。納豆が服につく、つくとき、なんかもう知らん間についとるけんさ、この子、納豆とか食べ物がさ。え、そうなの？アカシアさんまさんもなの？八六さん、ありがとうございます。今日のお供は、モンスターエナジーバレンティーノロッシのコラボモデル。なんじゃそりゃ。え、今出てるの？モンスターエナジーのやつ。え、どんな味なんだろう。たくさん、だるまレンジャー、ありがとう、10個ずつ。エイジさん、フル、ありがとう。校庭の端で反射してた、誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがずっとこぼれ落ちていくようで、風に耳を塞いでた。やっと。え、小太郎さん、グエコ実際に見たらでかかったですか？本当？これ？本当。たくさん、マジカルハッタ10個ありがとうございます。いっぱいいただいてる。小太郎さん、フルありがとう。今日もありがとうございます。ほだろ、グエコの体液抜いたら振りやすくなったでござるって。そうなん、でももったいないよね、あのシャボン玉抜くのね。ハワイの男前さん、ありがとうございます。ドワーフさん、いらっしゃい。今夜のお供は多いお茶、いいね、定番じゃん。あら、佐々木さん、太鼓のお熊いただいてありがとうございます。ペコリ、ありがとう。こんばんは、いつもありがとうございます。みちゃおさん、いらっしゃい、ありがとう。ようちゃん、カウント、ありがとう。おひなは天津飯好きだけど、天津麺、麺じゃない方をいつも選んでしまうから食べたことないですね。天津麺美味しいですか？天津麺。おさぴさん、レインボースター、ありがとう。さかぴーさんに、むらぴーさん、フル、ありがとうございます。わーいわーい。松山の方って冬に雪は降ったりするのでしょうか。わ、松山は私あんまり体験がないんだよな。松山じゃなくて、なんか東温の方とか、まあ、ちょっとなんか山の方に行くとね、かなりね降ってるお家あるみたいだけど、こっちのね松山の方は降ってない、あんま降らないんだよな。積もらないんですよね、降るけどね。だからね、ちょっと積もった時とかめっちゃ嬉しい。あ、ムラピーさん、素敵なあのプレゼント作っていただきありがとうございます。本当に。カノンさん、セミダルマレンジャー、奥様もフルありがとうございます。ありがとう。今日の月はお団子が食べたくなります。もうみんな言ってるじゃん、月綺麗って。見ないと見ないと。あ、コロボありがとう。もう11時、本当だ、いい感じだ、ありがとう。おやすみ。わ、キムチ味のなめたけ美味しそう。ひろくん、そんなの売ってるんだ。てるてるさん、フル、ありがとう。てるてるさん、バリンチュさん、こんばんは、ありがとう。バリンチュさん、マニキュアに気がつきました。お、ジェルネイルですか？そうやね、割と1週間ぐらい前に変えたかな。今回はちょっと赤っぽい、秋っぽくしたくて、秋のもみじ色と空の色をちょっとイメージしてこんな色にしてもらったんだよ。どうだろう、ちょっとカラフルだね。どうかな。お、リュウさん、フル、ありがとうございます。リュウさん、ありがとう。松山にもある栗の専門店に行ってきた。富士山のようなモンブランでした。え、どこだろう。
え、行ってみたい。松山にあるの？あ、本当だ。のり卵トーストとなめたけトースト作らないと。のり玉ののり卵トースト。猫さんフルありがとう猫さん。にんにんにんごめん、全然いつもありがとうございます。彩香さんありがとうめっちゃいただいてありがとう。そう、どんどんパフパフって言ったら、どんどんパフパフ？何それってめっちゃ笑った。あきえもんさんセミありがとうございます。おひつりさんフルありがとう。おひつりさん、伊予灘物語、下灘駅で夕日が綺麗に見えるのが10月末。あ、そうなんだ。来年行くかって。え、もう、あ、そう、待って、10月末あれかね、今リニューアルする前にまだやってるのかな、普通の今の列車でね。情報量の多いチロルチョコだね、ストンコさん。しげぞうちゃんさんこんばんは、ありがとう。おひつりさん、だるまたくさんありがとうございます。あ、ローソンで売ってるの、しんいち。え、見つけたら買おうかな。バリンチョさん、カウントありがとう。あ、かおりさんルームより、ジャンさん、カウントありがとうございます。今日お店に並んでるグエコ見かけましたって。あ、本当ですか。え、お店ダイソーかな。ありがとう、たくさん、月味噌。たけぽぱさんこんばんは、ありがとうございます。りゅうさんハート、ありがとうございます。やっくんフルありがとう。やっくん、だるまれんじゃんもだ、ありがとうございます。あ、ちょっと充電器に充電しないと止まっちゃいそうだ。充電充電、はい。お、虹色さんほぼフルだありがとうございます。あやかさんに、あ、どんどんパフパフゾンドンプワフパフどんどんパフパフ。あいかさん2位だって。いのうちゃんゴリゴリのイオ弁で喋れるの、だいたい出てしまっとるけどね。おばばさん、もう普通に話しとるだけでそんな変わんないよ、おばばさん。あ、ようちゃんフルありがとうございます。高く高くこの手を伸ばして、優しい光を目指して羽ばたくよ、心に灯した。ありがとう。梅が、ん、梅、あ、そうね、梅が絵文字だっけ。高速となると、わ、どこだったか忘れちゃったな。3年前の全国行きは竹山号だったのかって。あ、でも今でもね、すごい名古屋ぐらいまで車で行っとるけんね。なんかそこまでに、なんかいろんなとこにあることない？なんか場所に限らずさ、その餅がめっちゃあるけん、なんか売っとったら買ってるよね、いつも。てっちゃんいらっしゃい、ありがとう。今日のお供はカツ丼とハムカツサンドとタケノコの山？え、キノコの山じゃなくて？え、なにそれ、タケノコの山なんか出てるの？気になる。気になるね。あ、大工さんカウントとフルありがとうございます、たくさん。ルンルンルン。あ、そうそうそう、それもね、聞いたんだよね。ノーベルブライトさんのね、あの竹中さん、あのボーカルの歌われてる方は家族でね、あの歌われとって、みんなめちゃくちゃ上手なんですよね。妹さん
もうすごい上手で歌出してたよね。あの歌ってみた？聞いたよ、ちょっと。イズキュン、花束10個ありがとうございます。おたかつ解禁したんで東京来てな、だって。おー、行きたい、行きたいです。東京ね、本当だね、まだ寄ってないもんね。デメキンさん、こんばんは。エイジさん、ありがとう、かわいい、ありがとうございます。アントワーヌさん、フルありがとうございます。ユイさん、こんばんは、ありがとう。おさぴさん、ほぼフルありがとうございます。あ、本当、 Wi-Fi とかパソコン不機嫌なのは治ったって、それは良かったね、本当に。あ、ドナルドさん、フルありがとうございます。ありがとう。今日の月のようにひなおちゃん綺麗で、ありがとう。ウルピー、進行で。おかむさん、フルありがとう。おかむさん、納豆食べる猫ちゃんいるみたいですけど、キイちゃんはどう、食べるかな、納豆。どうだろう、食べるかもしれんね、確かに。食べにくそうじゃない、でも納豆って。ローマ字のマサさん、バラありがとうございます。わ、わかる、卵料理が全般に好きって、ようちゃん。あ、南陽の方、雪積もるって。宮太郎さん、南陽の方なのかな。わあ、そうなんや、行きたいな。マササーティワンさん、こんばんは、ありがとうございます。え、そんなことあるの、おばばさん。一度一晩で腰まで雪が降るのを経験してみてって。いやー、てかそれドア開かんのやない、あの家のドアとか。スヌスヌさん、ありがとうございます。猫さん、猫に小判ありがとうございます。ありがとう、ぬくもりさまめしばさん。何やってた時だろうこれ。あ、じいじフルありがとうございます。ありがとう、じいじ、ネイルの時か、ありがとうございます、嬉しい。じいじバラありがとう、ありがとうございます。ハロウィンメイクするの、コスプレ決めた。いや、まだね、そうなのよ、まだね、あ、なんかこういうのにしようかなっていうのはだいたい想像してるけど、まだね、決定はしてないんだよね。じいじバラたくさん、ありがとうございます。ふわちゃん風、ふわちゃんさん風に言ってくれてる、つみかわいいって。あ、銀天街の北の細い道沿いゲットあたり、高級モンブランってお店、竹パパさん、え、行ってみた、そんなお店あるのか。あ、12月下旬までやってるのか、イオナダ物語、小太郎さんが。ほんと、あ、とろけるさん、プチありがとうございます。何？何の話しよるこれ、新宿2丁目わらわらって。ディーディーディーん、佐々木さん音符ありがとうございます。あら、おひつりさん小判たくさんありがとう。おさぴんさん、ハートありがとう。体調、あら、フルしてくれてる、ありがとう。
体調。たこ焼きポーズ。たこ焼きポーズ。ローマ字のマスさん、ダルマレンジャーコティ、ありがとうございます。おばばさん、尊い10個ありがとう。あ、ようちゃん、馬10個ありがとうございます。虹色さん、かわいい10個すごい、ありがとう。ありがとうもいただいてる、ようちゃんありがとう。アニラジさん、こんばんは。ワンガンボーイさん、あら、マジカルハット10個ありがとう。たくさん遠征減ってから呼び多くなった。あ、本当？そうかね。なんかね、やっぱ配信が慣れてきて、みんなとのこう、なんだろう、親し、なんかこう深まって仲も深まり、私がね、どんどんなんかこう喋り、配信では特に喋り方がね、めちゃくちゃ雄弁になってしまうという感じですかね。本当にこれの敬語どけたバージョンを家族と話してるから、完全に敬語をのけてみたいな。え、本当？ワイも滝山見に福岡行った時に梅がえもち食べてきた。美味しいよね。ねえ、何それ、レモン少年ポーズって。辰野倉さん、フルありがとうございます。ポップマスターさん、フルありがとう。何それ、あ、どんどんパフパフ、ピーヒャラピーヒャラ、パッパパラパーやん。どこまで読めたかな。わー、最近やれてないです。あつ森めちゃくちゃ草生えてると思う。私の町、もう家の中には G がいっぱいいると思います。あつ森の、いや、あつ森のお家結構広くしたよね、私確か。やだー。隊長かわいい、ありがとうございます。はい、辰野倉さんのとこまで行ったから。え、太宰府のうどんも美味しいの？隊長食べてみたいな。畑田さんだ、お菓子の畑田の社長の畑田康弘さん来てくださってます。夜遅くにありがとうございます。カリタン一緒、ありがとう。カリタン、おさっぴーさん言ったね、ありがとね。隊長かわいい、ありがとう。2つも、わ、そうなんだ。ぬくもりさんが納豆食べる犬たくさんいるよって。美味しいもんね、納豆。食べにくくないのかな、ネバネバとしてて。ねえ、ヤマピーのワンコも納豆食べてたんだ。へえ。ユッキーさん、フルありがとうございます。悲しいのは涙のせい、鏡には映らない、突き刺さるこの痛みは。ありがとう。あらけんさん、あら、おくまいただいてありがとう。太鼓のおくま、ヨロリンリン、ありがとう。みやびさん、フロッありがとう。みやびさん、ひでゆきさん、レインボースター3つありがとうございます。お、のりたまー、フロー、ありがとう。のりたまー、ほーら足元を見てごらん、これがあなたの歩む道。ほら前を見てごらん。
ローマ字のマサさん、ハートたくさんありがとう。そうそう、見ました。ドワーフさん、あつ森がアップデートされるんですよね。え、最後なんだ。え、マジか、最後になるの。そんなんやらないとね。100個、尊い10個、ありがとう、すごい。ジージバラたくさんありがとうございます。イナッチさん、こんばんは、ありがとうございます。レモン少年ポーズとかピエロポーズとか流行ってる。ピエロ、ピエロは聞いたことあるな。なんかどんなやつだ。アラメタルフル、ありがとうございます。今日も、今日職場で偶然にも梅ヶ谷餅めっちゃ美味しいって話してた。え、すごっ。え、めちゃめちゃ偶然じゃ。本当ですか、美味しいよね。そのイオ弁のまったり感で癒されてひなおちゃんファンになったんよ。ありがとう、よかったわ、イオ弁使ってて。竹山メイツさん、フルありがとうございます。ありがとう、メイツさん。おひつりさん、かわいい、ありがとう。2つも、お、おお、地雷鬼さんかな。ん、間違えた、地響き鬼さんか。え、読み方合ってるかな。地響、地響鬼さん、地響鬼。はじめまして、来てくださってありがとうございます。おさぴーさん、バラありがとう。ロコモワンガンボーイさん、フルありがとう。ワンガンボーイさん、おさぴーさん、マジカルハット、ありがとう。秀幸さん、音符、ありがとう。ローマ字のマサさん、レインボースター、ありがとうございます。え、納豆好きだよ。八六さん、めちゃくちゃ好きだよ。お、MC タカさん、こんばんは、ありがとうございます。ワイルドさん、ありがとうございます。え、何その美味しそうな名前。今日はとろり天使のわらび餅買っちゃいましたって。え、もう名前からもう最高に美味しそうじゃん。あ、地響きさんか、すみません、地響き鬼さんですかね。ありがとうございます。よし、トモティーナ行こうと。あ、今日トモティーナなかなか癖のあるやつになりますが、今日はね、あの、あ、あ、あった、よかった、コップ忘れたかと思った。今日はね、あの、またあれです、海外の飲み物なんですけど、こちらなんだと思う。これ、サトウキビジュースです。これはね、タイだと思うんだけど、あ、タイだ、タイの飲み物です。買ってきた。タイ、タイは行ってないけど、サトウキビジュース飲んでいきたいと思います。いや、私もうどんな味するんか全く想像つかんないけど、サトウキビのジュース初めて。よし、めちゃくちゃトマトジュースの匂いするんやけど。匂い、トマトジュースだ。ではお泊まり方、一緒に乾杯。なるほど、うん、ん？サトウキビって何？
めちゃくちゃさ、味がね、トウモロコシみたいな味する。甘い、そしてすごく甘いです。美味しい。トウモロコシの味する。トウキビ？トウキビってトウモロコシのトウ？え、おいしいよ、めちゃくちゃ。初めて飲む味だな。でもなかなかなんか体験したことな、ない味がする。缶見る？もう一回。はい、なんかついてた、ついてた、ついてた。はい、こちらシュガー。甘い。うん、いいじゃん。サトウキビから砂糖を作るの。ふーん、あの、じゃあいつも私たちが食べてる砂糖はサトウキビから作られてるの？うん、甘いから。甘い方は苦手かもしれんけど、甘い方じゃない、甘いのが苦手な方は苦手かもしれないけど、私は好きだな。いや、生臭い感じは全然せんよ。飲みやすい。でも日本では飲んだことない味だなって感じ。よし、では、え、29分だってばよ。ちょっとランキング用意していこうかね。砂糖きびから砂糖を作るのか。なるほどな。今日はじゃあ久しぶりにこれにしよう。パンクロッカーになりたくてググってみた。ウィキペディアなんだかよくわかんないけれど、ドクドン。パンクロックでランキング見します。ありがとう。あ、しょうちゃんさん、ありがとうございます。あら、よしハートさん、ありがとうございます。髪型嬉しい。では13位から。13位、イズキュン。ありがとう、イズキュン。誕生いつもありがとうございます。ありがとう、イズキュン。12位、おばばさんだ。ありがとう、おばばさん、嬉しい、いつもありがとうね。11位、ワンガンボーイさん。ありがとう、ワンガンボーイさん、誕生いつもありがとうございます。10位、やっこん。ありがとう、やっこん、今日もありがとう、たくさんお疲れ様。9位、虹色さん。ありがとう、虹色さん、誕生いつもありがとうございます。8位、タクさん。ありがとう、タクさん、たくさんいただいてありがとうございます。ラッキーセブン、ローマ字のマサさん。ありがとう、すごい、ラッキーセブン、明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、アラケンさん。ありがとう、アラケンさん、たくさんいただいてありがとうございます、お疲れ様。そして5位、ジージー。ありがとう、ジージー、今日もいっぱいありがとうね、本当にお疲れ様。そして4位、おさぴーさん。ありがとう、おさぴーさん、いつもたくさんいただいてありがとう、お疲れ様。そして3位、あぼん、佐々木さん。4位、ありがとう、3位です、たくさんありがとうございます、本当に。そして2位、あぼん、花丸さん。ありがとうございます、めっちゃいただいとる、ありがとう、ありがとうございます。
そして今日の第1位あぼん、ジャニャン隊長、すごーありがとう。1位たくさんいただいてありがとうございます。1位バイバイ。2046名様、夜遅くにたくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。そしたら最後カラオケを1曲歌って今日も終わります。何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーいスタート。あ、ようこさん、こんばんは。プチーありがとう。ドゥドゥン、止めどなく溢れ出したよ。火山灰、10月無口な君を。チェリー、マリーゴールドレベル5、世界の約束レベル5、かまど炭治郎の歌、幸せ、ドライフラワー、ムーンライト伝説、アイラブ、12秒、お、いいね。魂のルフラン、タッチ、うん、いいね。学園天国、わからなかった。大工さん、さだまさしさんのなんて読むのか、ひ夢エウテルペ、フレンズ、ムーンライト伝説、三日月、大声ダイヤモンド、負けないで、サトウキビ畑、スノーハレーション、ザワワの曲、おお、サトウキビやけんね。グッバイデイ、ゆいさんのね、君を乗せて好きだ、秒針を噛む、366日、異邦人、初恋サイダー、虹、恋愛サーキュレーション、ベイビーアイラブユー、ザギルティクラウン、卒業、うまぴょい、あなたに会えてよかった、実会、あ、飛び梅っていうものか、狂乱ヘイキーズ、よし決めましょう。また粒子か。よし、召喚、今日はじゃあカラオケでは初めて歌う曲歌ってみようかな。最近さ聴いた曲でちょうどリクエストをいただいたので、よいしょ、はい、今日は12秒という曲を歌います。リクエストありがとう。世界中で一番綺麗な宝石をあげる、だからちょっと閉じてなんていたずらと言われた。テトラポッドに寄せて
で歌いましたが、 HKT48 さんの12秒という曲を歌いました。ありがとう、リクエスト。昔ね、めちゃめちゃサビだけリクエストしてくれとる方がおって、毎日歌いよって気になって聞いた曲なんやけど、めちゃくちゃ可愛くてすごいね、好きな曲になりましたね。12秒1、ありがとう。まぶしすー、いずきゅん、のぶさん、ありがとう。たくさん、にじいろさんもありがとうございます。わたしんさんもありがとう。それでは今日も夜遅くにありがとうございました。おやすみー。5、4、3、2